私もよ。久しぶりね。最近調子はどうかしら。楽しんでいるみたいで何よりだわ。お前はどこに行ってたんだ？手がかりを探しながら、ついでに気分転換でもしようと思ってね。実は世界樹を救った後から、私の記憶に一部曖昧な断片が存在するの。まだ一つ何かすごく大事なことが残っている。それをうっすらと覚えているのに、それが何なのかどうしても思い出せなくて。え、なんでそんなことが？心配すんな、思い出せるよ。オイラたちが一緒に手伝ってやるぞ。ええ、ありがとう。それなら一つ見せたいものがあるわ。おお、すごく綺麗だな。しかもなんか力に満ち溢れてる感じがするぞ。これは私がスラサタンナ聖書で見つけたものよ。でも私はこれについて全く見覚えがないの。中には純粋な元素力が詰まっていて、私の力にかなり似ているけど少し違うみたい。曖昧になっている記憶と何か関係があると思って調べてもみたわ。でも収穫は何もなかった。旅人、お前は何か思い当たることないか？じゃあこうしようぜ。ナヒーダ、オイラたちこれからちょうど冒険に出ようとしてたところなんだ。もし何か手がかりを見つけたらすぐお前に教えてやるぜ。ありがとう。まさかまたあなたたちに面倒をかけることになるなんてね。そう遠慮すんなって。お前こそまだ心配事がたくさんあるんだろう。ほら、どっか行け。ここはキノコンが来ていい場所じゃない。申し訳ありません、宗神様。キノコンは普段ここに近寄らないのですが、まだどっか行かないのなら力ずくで追っ払うぞ。ちょっと待って、この子何か言おうとしているみたい。宗神様、こいつは魔物ですよ。大丈夫。ええ、そう。いいわ、大体わかった。どうやらこの子、私たちをどこかに連れて行きたいようね。今のでわかったのかよ。ええ、生き物によって生活習慣やコミュニケーションの取り方に違いはあれど、その感情は共通しているわ。この子からは焦りと恐怖を読み取れた。私たちの助けを必要としているみたい。まあ確かにキノコンは可愛いやつだけど。そうだな、じゃあ行ってみるか。え、この子が道案内をしてくれるはずよ。見た目はみんな似てるけど、キノコンの中には穏やかなやつもいれば、凶暴で人を見たらすぐ襲いかかるキノコンもいるんだよな。仕方ないわ。この子たちの目には人間が凶悪な魔物に映っているのかもしれないもの。この子たちには人間の行動に攻撃性があるかどうかなんて理解できない。そして人間が武器を出す頃には手遅れになってしまう。ならいっそのこと先手を打ってそれから考えた方がいいでしょ。なんだか人間の考え方とあんま変わらない気がするな。だから言ったでしょ、感情は共通しているって。すごく焦っているし恐怖も感じているわ。
なるほどね。あんなに焦っていたのはこのキノコンが気絶していたことが原因みたい。見たところこいつら家族っぽいな。つまりこのキノコンはナヒーダに家族のことを見てもらいたかったってことか。おそらくそうね。キノコンの思考は単純なものだけれど、元素力に対してはかなり敏感だわ。きっと私が戻ってきた時に気づいたんでしょう。私ならこの子を助けられるかもしれないって。見せてちょうだい。よくある症状ならなんとかできるはず。え、どうしたんだナヒーダ。どういうこと。おかしい。このキノコン、胞子から進化した生命体ではなく元素生物だわ。え、元素生物？ええ。普段あなたたちがよく目にするキノコンは元素力を使えるけど、それはあくまで自然界にある元素力を借りているに過ぎないわ。でもこのキノコンには体表の下にキノコン類と同じ生態構造がない。その代わりに元素が渦巻いている。ええ、実に不思議だわ。こんな生き物見たことがない。ナヒーダが知らないなんて。見たところ、この元素力の塊に巨大な穴ができているわ。この穴が元素力の正常な流れを阻み、この子を気絶させているみたい。じゃあその穴を埋めればこいつは目を覚ますってことか。ええ、そのはずね。これはちょうど私が最も得意とすることよ。今すぐ治療してあげましょう。2つの力がうまく融合しているわ。もう心配する必要はなさそうね。草の王、草の王ですか。私をお救いくださったのが草の王だなんて、ありがとうございます。それに隣にいる見知らぬ人と生物にも感謝を。うえー、キノコンが喋った。見知らぬ生物が言葉を発するなんて、私もあなたと同じくらい驚いています。オイラはどっからどう見ても喋れるだろう。それからオイラは見知らぬ生物じゃない、パイモンだ。パイモンというのですね。こんにちは。私はまだ見た目で生物の知能指数を判断できません。言葉を発してから初めてあなたが喋れることを知ったので。以上。そんなに真面目に答えなくてもいいって。オイラの見た目って言葉を話せないように見えるのか。そんな風には見えないと思ってたけど。誤解です、パイモン。口という器官には言葉を発する以外にも食事や呼吸といった重要な機能があります。口があっても必ず喋れるとは限りません。あなたは今までに見たことない生物でしたので、憶測だけで定義づけることもはばかられました。あなたの見た目が人間と相似したものでも、外見の似たキノコとスライムのように中身が全く異なるケースだってよくあります。このキノコン、奨励院で勉強でもしてたのか。オイラよりよく喋るぞ。あなた、やはりキノコンではないようね。ええ、あなたたちからしたら少し唐突なことでしょう。きっと聞きたいこともたくさんあるかと思います。まずは場所を変えましょう。私がわけのわからない言葉で長々と喋っていたら、私の家族が怖がってしまいますので。
助けてくれてありがとうと言っています。私はテイワットにいるすべての生物を知り尽くしていると自負しているわ。この目で見たことがなくとも相応の知識を持っているつもりよ。でも、すべての元素生物の特徴と比較しても、あなたと一致するものが見当たらない。あなたは何者？一体どこから来たのかしら？私は非常に古い種族の生まれです。私たちは長い年月もの間、ずっと存在し続けてきました。おそらく、それはどんな記録よりも長いかもしれません。私の故郷は、清らかで美しく、緑に溢れたところでした。私と私の家族たちは、何の憂いも心配もなく、日々を楽しく過ごしていたのですが、世界の滅亡が訪れたことで、故郷は一変しました。恐ろしい力が全てを飲み込み、最悪の種が、私たちの体内に根ざして芽生えると、やがて歪んで制御が効かなくなったのです。世界の滅亡の被害者でありながら、世界の滅亡そのものとなりました。世界の滅亡？私にもよくわからないわ。一種の偶話のようにも聞こえるけど。すごく複雑で、とても長い道のりでしたので、すぐに理解していただけるような説明はできそうにありません。大丈夫よ、別に責めているわけじゃないから続けてちょうだい。はい。私は運よく生き残り、一部の家族たちと一緒に故郷を離れました。スメールで故郷を救う方法を探そうとしたのです。私たちは様々な種族と交流をして、その文化と知識を学び、世界の滅亡の真相を理解しようとしました。後になって知ったのですが、世界の滅亡の力は、人間から禁忌の知識と呼ばれているそうです。禁忌の知識がお前の故郷を滅ぼした？じゃあ、まさかお前は砂漠から来たのか？いえ。今も故郷を救う方法を探しているのよね。でも、砂漠の災いはとっくに終わったはずよ。草の王の言う通り、砂漠ではありません。自分の故郷の場所をあなたたちに教えてあげたいのですが、残念ながら忘れてしまいました。滑稽に聞こえるかもしれませんね。私と私の家族たちにとって、一番大事なことだったというのに。どうしてそんなことになったの？私は世界の滅亡により汚染された生命体。その汚染が消えた時に、一部の知識と記憶も持っていかれたのです。なるほど、そういうこと。あの元素力の穴も禁忌の知識が消えた後に残されたものね。ごめんなさい、こんなことが起こるなんて予想していなかったの。大丈夫です、草の王が謝る必要はありません。あなた様が動いてくれていなければ、私が失っていたのは知識と記憶だけではありませんでしたから。それに私だけが救われたわけではなく、この世界に残された禁忌の知識も全て草の王によって一掃されたのですよね。ええ、禁忌の知識はもうないわ。あなたの故郷も救われたはずよ。私の故郷も救われた。故郷に帰れる。ずっとずっとこれは希望の見えない願いだと思っていました。それがまさかこんなにも早く叶うなんて。私は一族の使命を果たせず、故郷を救う方法を見つけられませんでした。雨津さえ、故郷の場所さえも忘れてしまいました。あなたのせいじゃないわ。十分、よくやってきたのだから。どの種族も、禁忌の知識に対抗するために、重い代価を払ってきた。これは、
一つの個体が背負うべき責任ではないの。さっき言っていたけれど、その故郷の生き残りはあなただけじゃないのよね。他の家族はどこにいるのかしら。もしかしたら場所を覚えている子がいるかもしれないわ。世界の滅亡は私たちをひどく苦しめ、多くの家族の命を終わらせました。誰が生き残っているのかは私にも分かりません。そうなのね。でも心配無用よ。私に任せてちょうだい。他の子たちを見つけられると思うわ。ウリンはアランナラたちに任せるとして、シティは善良な子供たちに頼みましょう。そっか、あいつらに手伝ってもらえばいいんだな。ちょっと待っててちょうだい。すぐ連絡するから。これでいいわ。見つかるまで多少時間がかかるでしょうから、少し待ちましょう。ありがとうございます、草の王。私たちは皆信じていました。草の王が約束を守ってくれることを。目が覚めてあなた様を見たその瞬間からある予感がしていたのです。あなた様は約束を果たすために来てくれたのだと。約束？もう覚えていないかもしれません。でもこれは私たちが深く信じている予言です。最悪が終わった暁には草の王が私たちを故郷まで連れ戻してくれると。そうだったのね。本当にごめんなさい。私の記憶にも少しおぼろげな部分があるの。でもあなたたちの故郷を心配しているのは事実よ。私に迷惑をかけるとかは考えないでちょうだい。これは私がやるべきことだから。では情報が集まるのを待つ間、ある場所まで一緒に来てもらえませんか。共に帰郷できる家族は多いほどいいので。でもどこにいるのかわからないんだろう。はい、でも私はその最後を知っています。歩きながら説明しましょう。一つとても気がかりなことがあるわ。ええ、あの子の前ではあえて口にしなかったんだけど、結晶の力が私のものと似て非なるものだって話したのは覚えているかしら。実は結晶の元素力があのキノコンのものと全く同じだったのよ。なんだって？ええ、あの子が言っていた予言は、その種族を代表する元素生命がかつて私と結んだ約束のはずよ。その故郷を救うためにはまず禁忌の知識について解決しなければならない。でもそれをすれば私に影響が出ることになる。今までずっとやり残したことがあるように感じていたけれど、これで説明がつくわ。なるほど。でもあいつから得られた情報が少なすぎるよな。残念だけどこれじゃ難しいんじゃないか。そうね。あの子が説明してくれた故郷を私もずっと考えていたけれど、思い当たるところはなかったわ。ええ、あの子たちを故郷に返してあげないとね。もうさまよい続ける必要はないんだから。案内します。ここは少し歩きにくいので。安心しろ、オイラに歩きにくい道なんてないからな。ノア、敵だ。 お前に任せた。
つなぎましょう。どれだけ時間が経っても急に時間を止められてしまったかのように感じます。全部丸どれだけ時間が経っても急に時間を止められてしまったかのように感じます。滅亡の中にあったとしても生き残る術を見つけられたでしょう。そういえばずっと聞きたかったんだけど、お前たちって元からその姿だったのか？いえ、私たち種族は環境に応じて姿が変化するんです。このスメールの土地で様々な生物と交流をした後、キノコンこそがこの土地に最も適応した生命形態であると気づきました。そのため私たちも徐々にキノコンの姿となり、その種族に溶け込んでいったのです。そんなことができるのかよ。生命にとって一番重要な本能は適応することではありませんか？これ式のこと、何も驚くようなことではないと思いますが、あなたの手がそのような形をしているのは道具を簡単につかみそれを使うためです。そしてキノコンが元素力を吸収するのは環境に溶け込み天敵から身を守るためになります。私たちは草元素生物であり、この大陸に生息する最も古い生命の一種ゆえに、適応力もいささか高いのです。つまりオイラが望めばオイラも姿を変えられるってことか？もちろんそこまで自由なものではありません。時間の助けも必要となります。こういったことは全て私たちにとって常識ですが、説明するとなると難しいものですね。簡単に言えば、形態を変化するには力が必要で、その力は時間に由来します。苗を一瞬で大樹まで成長させることはできませんし、木々を一瞬で実らせることもできません。なるほど。人間にも似たような言葉があるわよ。つまり成長ってことね。おお、さすがなヒーだ。その言葉ですぐに理解できたぜ。成長、なるほど。ではこれこそ成長ですね。素敵な言葉です。道中ゆっくりとこれを噛みしめるとしましょう。あとどれくらいで着くんだ？もう半分過ぎました。頑張ってください、バイモン。おんぶでもしましょうか？いやただ聞いてみただけだって。別に疲れてなんかないから。どうやら人の世話を焼くのが好きなようね、あなた。そうなのでしょうか。草の王もいかがです？おんぶしましょうか？そんなことしたらお互い動きにくくなると思うわ。それより私の頭の上に乗るのはどうかしら？またその話は後にしようぜ。また魔物が現れたぞ。どうやらおんぶという行為への理解が違うようです。疲れているかどうかに関係なく、背におんぶして高く持ち上げるだけで、子供はいつも喜んでくれていました。子供？最初に会った2匹のキノコンのことか？はい、あれは私の友人と、それから私の子供です。お前の子供は喋れないんだな。あの子はただのキノコンですから。私の存在によってキノコンの一族に変化をもたらしたり、本来の姿に影響を与えたりはしたくありません。でもあの子にも普通のキノコンとは違うところがあります。あの子は人間の言葉を漠然と理解することができるんです。ですから名前をつけてみました。の
きっと可愛い名前なんだろうな。例えばポコポコビーディーみたいに。パイモンは名前の付け方が独特ですね。あれ、オイラこの名前にはすごく自信があったんだけど。不思議な響きの中に愛らしさが詰め込まれているわ。これはパイモンにしか思いつかない名前ね。ひひ、そうだろ。私がつけた名前はパイモンのものほど創意に富んだものではなく、冒険者から学んだ言葉です。確かごめんなさい、これも忘れてしまいました。どうやら私は重要なことをたくさん忘れているようです。はい、帰る前に絶対思い出さないと。これは故郷と同じくらい大事なことですから。こちらです。もう少しで着きます。聞いたことがあります。これが私たちのような生命の末路であり、最後に見せる姿です。よくわかんないんだけど、どういうことだ。この子が言いたいのは、生命が散々苦しめられて最終的に死を迎えると、死域の腫瘍になるということでしょうね。はい、草の王の助けがなければ私もこのような結末を迎えていたでしょう。地域ってそうやって生まれてたのか。過去の研究によると、地域を生み出した元凶は近畿の知識なの。そして近畿の知識が完全に消えても、それがもたらした影響はそのまま残る。地域が一緒に消えたりはしないわ。この子たちは長いこと近畿の知識に苛まれてきた。だから最終的に死域になってしまうのもうなずけるわね。最も悲しく、そして同情せざるを得ない最後だわ。私が故郷を離れた時、このような花が至る所に咲いていました。その花はそれぞれが一つの生命であったことを意味しています。清らかな湖の中から、肥沃な土壌から、私の家から、友人の家から芽生え、どこもかしこも埋め尽くされて、世界は一瞬にして色を失い混沌へと落ちました。でも問題ありません。私たちの生命の本質、元素力はまだこの花の中にあります。冒険者が刺激を処理した後、私はこっそりと近づくんです。もし仲間の元素力を感じたら、それを連れ出すために。でもそれだと近畿の知識の影響が。いえ大丈夫です。今はもうそれは重要ではありません。彼らが皆最後に故郷へと帰れればいいのです。ずっとあのような姿でここに残り、後も残らずに消えてしまうなんて、あまりにかわいそうでしょう。こうして帰郷の機会ができた以上、少しでも多くの同胞を連れていければ私も嬉しいですから。分かったわ、私たちに任せてちょうだい。私のことを心配してくれているのね。大丈夫よ、近畿の知識はもう存在しないわ。猛毒を持つ蛇と相対するときは慎重を期さなければならない。でも脱ぎ捨てられた皮であれば、それはただの抜け殻に過ぎないわ。何言ってるかよくわかんないけど、とにかく意見が一致したってことだよな。よし、早速片付けようぜ。オイラたち地域の処理に関しちゃ経験豊富だからな。
やはりこの子だったんですね。私の知る最後の同族まであと少しだったのに、あと少しこの子も耐えていれば。あなたが故郷に帰った後、このような苦しみを二度と味わわないことを祈っているわ。大勢の元素生命が地域の主要になったことを考えると、オイラすごく悲しくなってきたぞ。大丈夫です。元素力が存在している限り私たちは消えませんから。体はあくまで時間からの贈り物に過ぎません。成長によって変化は訪れ、時には体そのものを捨てることだってあります。でもその本質は簡単には変わりません。もう少し早くこの子たちを治せていればこんなことにならずに済んだのに。ウリンとこの地に息づくあまたの生命のためにも、この子たちを全員見つけ出して治してみせるわ。草の王、感謝いたします。信じることを選び、そして待っていたことは私たちの選択で最も賢明な判断だったようです。あら、待って、情報が届いたみたい。うん、なるほど。ええ、いいわ、わかった。ありがとう。一致するキノコンが一体見つかったわ。今は気絶しているそうよ。おそらく私が陥っていたのと似た状況なのかと。早速行ってみましょう。ええ、そうね、私が案内するわ。ここよ、もう少し奥にいると思うわ。けどキノコンがいっぱいいるぞ。こいつらは普通のキノコンなんだよな。そうだな、警戒心もかなり強そうだし。どうか戦いは避けてもらえないでしょうか。ここにいるのは全て私の同族の家族です。種族は違えど、長い間キノコンと一緒に生活してきた私たちはこの子たちのことをとても大事にしています。ちゃんと話せば分かってくれるはずです。じゃあどうすればいいんだ。このままだとお前しか奥に進めないぞ。お前の同族のキノコンを救うにはナヒーダの力が必要だろ。一つ方法を思いついたわ。キノコンの姿になる方法を私にも教えてくれないかしら。あなた様もキノコンの姿に。ですが私たちの成長には時間が必要で。でもナヒーダって神だし、キノコンに変身するくらい楽勝なんじゃないか。いえ、神といえども時間を無視するのはそう簡単なことではありません。なら見つかるリスクを冒して潜入するしかないわね。そうなると戦闘を避けられるとは言い切れないわ。でももし私が力を使うことであなたとその家族を助けられるのなら試す価値はあると思う。わかりました。草の王の元素力は強大なものです。もしかしたらあなた様ならできるかもしれません。時間の制限を超えるには相応の代価を支払う必要があります。これに関する知識をあなた様にお貸ししましょう。変化の過程が少し楽になるはずです。ええ、私の準備はいいわ。キノコンになるなんてきっと斬新な体験でしょうね。草の王、これは遊びではありません。私は真面目に話しているのです。あら、私も真面目よ。冗談など言っていないわ。おいおい、二人ともその辺にしとけよ。ただの語弊だろ。そんなの置いといて、可能性があるならまずは試してみようぜ。そうですね、では草の王お願いします。うわ、本当にキノコになったぞ。悪くない感じだわ。
視線の高さはほぼ変わっていないわね。探している子はこの下のそう遠くないところにいるみたい。どの子がそうか見つけてくれるかしら。え、どうすればいいんだ。私がまずあの子たちに近づいてみるから、あなたたちは上から来るといいわ。相手は元素生物だから元素視覚を使うことで区別できるはずよ。見つけたら心の中で正解を念じて。私の視界にあなたたちが映っている限り、私はその心の声を聞くことができるわ。おう、任せとけ。では私は上にいるキノコンたちを他のところに引き離します。あなたたちのために道を開けましょう。わかった。よし、行こうぜ。ここからは二手に分かれる必要があるみたいだ。見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強いみたい。迂回した方が良さそうね。ねね、この子どうしてこんなに大きな反応を。ないけない、見回りをしているキノコンに気づかれてしまったわ。な、な、見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強いみたい。うか、なん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 。どうやら気づかれなかったみたい。あのキノコン、しばらく動きそうにないわ。今のうちに通りましょう。ここだわ。キノコンが何匹もいる。まずは隠れて、旅人が来るのを待ちましょう。自分の姿を変えるのがこれほど消耗の激しいことだとは思わなかったわ。借りた知識を使ってもこれなのだから、どうやらこの子の慎重さにはちゃんと意味があったようね。時間の力はまるで雨だれが一生うがつようなものです。普段は気にしませんが、一瞬で変化を求めようとすれば極めて大きな代価を支払うことになります。そのような代価を支払っていただいたこと、心より感謝します。すべて順調ですので、あとはこの子が起きるのを待ちましょう。君たち、誰？ごめん。言葉、下手。理解、時間、必要、たくさん。大丈夫です。いい知らせがあるので、キノコンの伝達方法で説明しましょう。世界の滅亡、終わった。
今、帰る？はい。でも残念ながら、私は故郷の場所を忘れてしまったのです。あなたが覚えているといいのですが。僕、覚えてる。本当か？やったぜ！故郷、蒼龍。蒼龍。そう、そうでした。蒼龍。すみません。つい興奮してしまいました。これほど感情を表に出したことは今までになかったかもしれません。ですが、この子の言うように蒼龍が故郷です。また。おいら全然理解できてないんだけど、蒼龍って元素の龍のことか？トワリンみたいな？ええ、同じ龍に属するものよ。ただ、蒼龍アペプはもっと古い存在で、その元素力の蓄積もかなりの量になるわ。でも、どういうこと？どうして龍を故郷と呼ぶのかしら？私たちが蒼龍の体内で暮らしていたからです。蒼龍、内部、大きい山、水、木々、僕たち。蒼龍の体内にはもう一つの世界があります。蒼龍が最初の生命を誕生させた後、私たちをその体内で守ってくれていたんです。かつて蒼龍は威厳のある声で私たちにこう告げました。成熟した暁には新たな世界で生活ができると。ですが、その日は最後になっても来ませんでした。世界の滅亡が訪れるまで、故郷こそが最も良い場所だったのです。おいら、まだ理解が追いついてないんだけど。はい、それと似たような関係です。どうやらあなたはパイモンよりずっと賢いようですね。ただ蒼龍は草スライムよりも何倍も大きい体を持っています。待って、そうなるとまるでアペプも近畿の知識によって汚染されているかのように聞こえるけど。ええ、その通りです。いきなり思い詰めた顔をされてどうかしましたか？あなた様がそのような表情を見せるのは初めてですが。アペプはこの世界で最も適応力を持った生物よ。近畿の知識もとっくにその体の一部になっていたはず。つまり近畿の知識を全て消したことで、そいつにも巨大な穴ができた。おそらくそうなるわね。その体や魂はもう目も当てられないような惨状になっているでしょう。道理で長いことアペプを見なかったわけだわ。一体どうやって汚染されたのかしら。キングデシェレト文明が滅亡したせい？それ以来ずっと身を隠しながら苦痛に耐えてきたんでしょうね。今もひどく苦しんでいるはずだわ。そうなるわね。どうして忘れてしまっていたのかしら。蒼龍が限界を迎えた時、その元素力は生命の形態を維持できず体内にとどまることもできなくなる。アペプの元素力が全て外に放出されることになるわ。そして放出された高濃度の草元素はウリンを過度に成長させ、高い木々は太陽を完全に遮り、植物が人間と空気を奪い合うことになる。スメール全土が生命の住処として適さなくなるわ。そうだ、あの結晶はどうだ？あれをこいつらに見せたら何かわかるかも。そうね。ごめんなさい。あなたたちの言う通りだわ。慌てている場合ではないわね。あなたたち、これを見たことはあるかしら？ない。その力からは懐かしさを感じます。私たちの故郷に由来するものだと思いますが、その正体は私にもわかりません。すみません。
私たちの記憶が曖昧なせいで。ううん、気にしないで。前と同じように助っ人に連絡して他の家族を見つけられないか試してみましょう。お願い、あなたたちの情報はとても重要なの。情報を待ちましょう。耐え難い時間かもしれないけど。君たち、感謝。家族、果物、届いた。この子たちに、あなたたちは悪い人ではないと説明したんです。この子のことを助けたのを見て、その家族たちも感謝しています。故郷に帰る、離れる、難しすぎる、わからない。こいつら、弱い、心配、待つ、待ってる、なら、手伝って。そう焦らないでください。言いたいことはわかりました。私たちは家族を大事にします。それは、どの時期の家族であってもです。この場所を守るために、この子はいろんなことをしてきたそうですが、いざ離れるとなると、心配で仕方がないようです。現状、待つことしかできないのなら、最後にこの子の手伝いをしていただけないでしょうか。ええ、もちろん。その気持ちは私にもわかるわ。それに私も、自分の考えを整理する必要があるから。ありがとう。感謝。畑、食べ物、面倒を見る、植物、侵入、嫌い。手伝ってほしいことが二つあるようです。一つは、食料源である畑の面倒を見ること。もう一つが、侵入してきた植物を追い払うことになります。畑、あっち、まず行く。種、ここ。おう、任せろ。これは翻訳しなくて大丈夫だ。行ってくるぜ。全部丸見えね。草の王はやはり予言通り、とても優しい神でした。時間、短い、長い、故郷に帰る。もう一匹のキノコを待っているのかしら。とてもご機嫌みたい。とても美味しい果物を見つけたから、すごく喜んでいるようね。種を植え終わったし、次は侵入者を片付けるんだったよな。逃げ道はありません。トリックフラワーだったのか。通りで植物の侵入って言ってたわけだぜ。はっ、これで解決っと。楽勝だったな。ええ、落ち着いたわ。でも、新しい手がかりが見つかるまでできることもなさそうね。じゃあ、オイラたちに蒼竜のことを教えてくれないか。その竜について知らないことだらけだし、キング・デシレトとは一体どういう関係なんだ。ええ、いいわよ。知っての通り、竜の歴史はテイワットの誕生から始まったわ。スメールはアペプの領地で、当初は一面が青々と茂った雨林だったの。え、昔は砂漠がなかったのか。そうよ。巨大な釘が天から降ってきて、雨林を完全な砂漠に変えるまではね。アペプもエメラルドグリーンの巨竜から砂色に姿を変えたわ。これもまたその環境に適応しようとしたことの表れね。道理であの元素生命の2匹は
ことあるごとに敵をって言ってたんだな。アペプはずっと自分こそがスメールの主だと思い込んでいた。だからその後に訪れた秩序を認めようとしなかったの。アペプは魔人を敵視していて、その考えは今も変わっていないはずよ。ただ天の力が降りかかり、その後の禁忌の知識の影響によって騒ぎを起こす余裕がなかったのでしょうね。二つの秩序がある種のバランスを取れるまで果てしない対戦が続くのは必然のことよ。私の知る限り、アペプはずっと砂漠に引きこもっていたわ。そしてキング・デシェレトはそれに興味を持った。もしかしたらそのこともアペプが汚染された原因なのかもしれないわね。何を考えているかはわからないけれど、アペプを救うことが最優先事項なのは間違いないわ。私の手にあるこの結晶こそ二つの事柄を結ぶ鍵になるはずよ。ありがとう草の王、家族嬉しい。お前本当にあいつらが大好きなんだな。家族好き。君家族好きじゃない？そうじゃなくてさ、だってお前らは同じ種族じゃないだろ。関係ない。僕家族好き。家族僕好き。おい、ちょっとわからないぞ。家族が愛し合っているなら他のことは重要じゃないと言いたいんですよ。あなたたちは見た目を重視しますが、私たちはそうではありません。そんなことよりも歩んできた道を、学んだ知識を、気づいた関係を大切にします。見た目よりも頼りになるし、どれも時間からの贈り物ですから。つまりは成長の本質なんです。なるほどな、わかったぜ。見た目は変わっちゃうものだから内面の方が重要ってことだな。それでもオイラはお前についていくぜ。まさか姿が変わったくらいでオイラのことがわからなくなったりしないよな。そうなのね、わかったわ。いいえ、いいの、ありがとう。森にはこれ以上情報がないわ。しばらくはあなたたちの家族を探せなさそうね。手がかりはここで途絶えてるみたい。もし誰もこの結晶の使い道を知らなかったら、アペプは危ないわ。ごめん。大丈夫、あなたのせいじゃないわ。二人ともが結晶のことを忘れてしまってるのは偶然じゃないかもしれない。結晶は禁忌の知識と深く関わってるんだもの。記憶が影響された可能性もあるわ。もしそうなら他のキノコンを見つけたとしても意味がない。結晶と世界の滅亡、世界の滅亡と記憶。草の王、今唐突に思い出しました。予言のことはまだ覚えていらっしゃいますか？ええ、なんとなく。それがどうしたの？予言とは過去と未来を結びつけた物語。世界の滅亡も私たちの一部だから保存しておく価値があると私の家族が言っていました。当時我々一族はその子の観点を認めなかったので、あの子は去っていきましたが。保存？まだ消されてないやつがあるってことか？その可能性は低いわ。世界樹の力は隅々にまで行き届いているもの。予言ではどこへ行ったか言及していたかしら。スメールの東、底知れぬ地か、帰らぬ混沌の地。うん、きっと双眼巨炎だよな。でもあんなとこまで何しに？そうね、禁忌の知識を保存しておくことは不可能だけど、もし保存したものがもはや
禁忌の知識で亡くなっていたとしたら、急に難しい話をしてごめんなさいね。でも可能性は高いと思うの。私についてきてちょうだい。その元素生命が見つかったら説明するわ。その元素生命は一人ぼっちでここまで来て、ずっと長い間過ごしてたってことか。そしたら他の個体と同じようにとっくに刺激になってるんじゃないのか。ここだからこそあれの力を借りてその結末を回避できているかもしれないわ。あれはアビスに対抗する道具で、遥か昔テイワットの亀裂を修復したの。テイワットに属さぬ力を浄化して安定させる力を持っているのよ。その光に照らされた禁忌の知識は別の形となってここで永久に保存される。ええ、まるで石鹸が水に濡れて作った泡のようにね。また変な比喩だけど、なんとなくわかる気がするぞ。草の王はつまり世界の滅亡は巨大な釘の力によって変化させられ、神霊の中へと隠されているとおっしゃりたいのですね。ええ、近くにあるはずよ。近づいてみましょう。見ろ、あっちだ。どうやら周りの神霊を取り除かないといけないみたいね。あなたたちならできるでしょ。おう、流明石で神霊の湧き出し口を照らしてやればいいんだな。やっと救い出せた。この子が予言に出てきた子のはずです。あの光は、待て、黒いのが出てきた。様子がおかしいぞ。どういうことだよ。もう浄化されてるんじゃなかったのか。長い時間が経ったからでしょうか。神霊の力は世界の滅亡よりも安定していますが、それでも有効的な力ではありません。長くそれに使っていたわけですから、まだ意識があるとは限らないでしょう。そんな、こっちはまだ聞きたいことがいっぱいあるんだぞ。私の元素力を使えば追い払えるはずよ。でもこの方法だけが正気なのよ。食べ人、いいえ、あなたの判断を信じるわ。私もちょっと軽率だった。他の方法を考えてみましょう。あ、そうだ、この前言ってたよな、あれに含まれてる元素力はあいつらのと同じだって。あれの力を使うの？でも草の王がためらっていらっしゃいます。私もです。本当の使い道が分かる前に使ってしまうことには大きなリスクが伴います。分からない、あれもダメこれもダメ、命を救う大事。気持ちは分かります。でもこれが故郷に帰る唯一の道なのですから、慎重にしなければ。大丈夫よ、喧嘩しないで。消費する元素力については何とかするから。ということで旅人に任せてもいいかしら。私が知る限り、あなたは禁忌の知識に対して不思議な耐性を持っているわ。無理するなよ、おいら心配だぞ。そしてあなたたちは、わしは
どれくらい待っておったんだろうか。よかった、助かったみたいだ。草の王が自ら見つけてくれた。ということは、世界の滅亡はもう終わったのか。また小さくなられたのだな。ごめんなさい。そのあたりの記憶は頼りなくて、あなたのことはもう覚えていないの。うん、そうだな。その頼りなき部分のためにわしは存在するのだ。世界の滅亡は徹底的に排除され、それに関連する記憶は不安定な状態となる。そうあなたはおっしゃった。その後も我々一族との約束を覚えていられるかどうかはあなたにも保証できないと。だがあなたは決して約束をたがえないお方だ。あなたのお覚悟に比べればわしの犠牲なぞ取るに足らん。これがあなたとの約束だったの？そうだ。あなたはご自身のお力でわしをお守りくださった。でなければここで生きながらえることはできなかったはずだ。しかし実を言えばもう耐えられ、もっと自分は強いと思っていたのだが。世界の滅亡の力を前にすれば誰だって無力さを感じずにはいられないでしょう。比較的安定した記憶を保つためにわしは世界の滅亡の力を別の形に変換しなければならんかった。そのようなことは本来天から降ってきた巨大な釘にしかできぬことだ。その道を選んだわしは同時に草の王に救われる機会を失ってしまった。わしのことは重要ではない。草の王、本題に入ろう。ご覧の通りわしはもう長くは持たない。ごめんなさい。わかったわ。ありがとう。ところで、あなたはこれが何かわかるかしら？これは、火種だ。僧侶を救うのに必要なものだ。状態も悪くなさそうで、本当に良かった。これは当初、草の王と我々一族が一緒に作ったもので、僧侶のオアシスの心の作動方法を模倣している。僧侶は世界の滅亡によって長い間苦しめられてきた。その力はあまり残っていない。だが火種を使い、そのオアシスの心を再び活性化させれば、自己回復できるはずだ。そして、我々の故郷も元通りになる。オアシスの心は、アペプの力の源なのでしょうね。なるほど。道理でこの結晶で直せたわけだ。これがこいつの使い道なんだな。何？わしを救うために火種を使ったのか？そうだぞ。それがどうかしたか？それは、いや、あなたたちの責任ではない。あなたたちは事情を知らなかったのだからな。火種とは濃度の極めて高い元素力を小さな塊に凝縮させたものだ。それは強く脆い存在形態が不安定なものだから、不慮の事故を避けるためにももう二度と使わないでくれ。私が作ったからには責任もちゃんと負うわ。心配しないでちょうだい。うん。火種は僧侶を癒す以外にもオアシスの心と共鳴することもできる。つまりあなたたちは火種の導きを頼りに僧侶の在りかを見つけられるはずだ。さあ行きなさい。ことは一刻を争う。君は？わしのことはいいから早く故郷に帰りなさい。みんな一緒に帰りましょう。あなただって例外じゃありませんよ。
さっきも言ったはずだ。草の王に救われる機会はとっくに失った。草の王、会いに来てくれてありがとう。総流を救うと言ってくれてありがとう。おかげで我々一族の過去は守られ、我々一族の未来も続いていく。この子たちが帰れるだけでわしは満足だ。わ、ちょっと待てよ、あいつ神霊になったのか。もう一度有名石を使っていただけませんか。あの子の元素力を感じるのです。お願いします。一番帰郷するべきなのはあの子です。それがあの子の叱るべき結末です。これがあの子の残した小さな光。感じます。あの子の知識と感情、すべては元素本来の姿に戻り、他の家族たちと一体になりました。悲しまないでください、みんな。あの子の願いは叶いました。今はとても幸せなはずですよ。見た目は重要じゃない。そうよね。ええ、見た目は重要じゃありません。故郷が救われ、家族が再会する、それが何よりも重要です。帰ろう、故郷に。故郷に。あの力が辺りに潜んでいるのを感じる。時には近く、時には遠く。これはアペプからの警告よ。向こうもすでにこちらに気づいている。これ以上そっちに行くと何も見えなくなっちゃうぞ。うん、あっちを見てみろ、何か出てきたぞ。間違いないわ、あれが総竜のアペプよ。でかいだろうとは思ってたけど、あそこまででかいなんてな。小さな神と小さな人間よ、世の領地を離れなさい。一面に広がる黄砂の中で、何時らのようにか弱き命は生きてゆけぬ。あなたを救いに来たわ、アペプ。救いなどいらぬ。特にブエル、汝の助けなど。汝はアモンと同じく種々の間しか存在していなかった。だのに天からの意向を借りてこの地の主を自称する。汝の進む道を見てみるがよい。何時も最後には腹鉄を踏むだけだ。神と人間を憎んでいるのは分かっているけれど、今のあなたは弱っているわ。恨みを今だけ忘れることはできないの。今だけ忘れる、愚かなブエル。世を癒したとしても感謝はせんぞ。汝はスメールと七国を滅ぼす巨竜をよみがえらせようとしておるのだ。あなたは病にかかっているだけよ。さよう。時間は不治の病であり、すべてのものを死なせる。ただし世の病は重篤だが、頭は冴えておる。何時らに妥協した古代の竜とは違うぞ。そこまで堅くなにならなくても、私たちに必要なのは対立ではなく
真実よ。真実か。これぞ知恵の神の逃れられぬ檻。世はすでに真実のために悲惨な代償を支払った。何時も遅かれ早かれ同じことになる。おい、行くなよ。気をつけて、何か出てきたわ。お、なんだこれ、初めて見るぞ。家族です。え、こいつらも家族なのか。キノコの姿じゃなかったのかよ。見た目、重要、違う、本質、同じ。この子たちを構成する元素力は私たちのものと同じです。つまりこの子たちは故郷の住民だということです。これはこの子たちが世界の滅亡を経験した後の姿なの。とても悲惨ですが、これも一種の適応です。家族の多くは逃げられませんでした。そして世界の滅亡を生き抜くために形態を変え、この子たちは今の姿になりました。本当に戦わないといけないの？おい、お前ら話せるか？助けに来たぞ。ただ生きていくためだけに力を尽くしたのね。火種に引き寄せられたんです。この力だけが苦しみをしばし消してくれます。ただ生きて、生きるためのエネルギーを探す本能だけが残って、他は全て適応の過程で捨てられました。これが禁忌の知識。もし禁忌の知識がテイワットで暴走したら、私たちの世界もこんな風になってしまうのね。陸に打ち上げられた魚たちは世界中を探し回っても一滴の水も見つけられない。ええ、でもどうか手加減してくださいませんか。その子たちは悪くないんです。ただ生きたいだけなんですから。力尽きたみたいだな。しばらくは攻撃的にならないだろう。あいつら帰りたい、故郷。ええ、分かっています。蒼龍の体内から離れるのも不本意だったのですね。元素力の状態に戻してあげられないかしら。長年苦しめられてこんな姿になって、外形がこの子たちの枷になってるみたい。火種、あるいはアペプのオアシスの心だけがこの子たちを救えるわ。だけど火種を使うことは大きなリスクを伴う。そうですね、火種はもう使えません。僕たちだけ卑怯、ダメ。なかなか難しい問題だぞ。ちょっと考えさせて。いいわ、やっぱり火種の力を使いましょう。この子たちを砂漠に残すなんてかわいそうだもの。心配しないで、これは私が決めたことだから。たとえどんな結果になったとしても私が背負うわ。消費される元素力は多くないのだけど、火種が不安定になってしまうことだけがちょっと心配ね。でも私の元素力でちょっと固めてあげれば問題ないはず。ありがとう、わがまま、ごめん。ありがとうございます、草の王。あなたたちにとって一番重要なのは故郷に帰ることのはずよ。今までたくさん経験を共にしたからもうわかったわ。それにあなたたちを守るだけでなく、あなたたちの経験したことを根拠にアペプともう一度お話ししたいの。何せあの巨大な蒼龍も
あなたたちの家族のはずでしょ。私はあなたの味方ですよ、サノオ。あなたから受けたご恩は一生忘れません。そう、そう。ありがとう。じゃあ始めるわね。故郷に帰りましょう、みんな。もうすぐ帰れますよ。無数の知識と感情が私の体中を流れています。みんなも興奮していますよ。こんな短い時間で本来なら長い時間を要する成長を遂げられるなんて。お前はみんなの期待を背負ってるってことだぜ。ええ、やっと故郷に帰れます。それじゃあ出発しましょう。最後の旅路へ。大きな穴だな。ソウリュウはこの中に住んでるのか？そうだな。この穴に何があるのか誰もわからないもんな。ええ。それにアペプを見つけて終わりじゃないわ。ソウリュウの体内にある世界にも入らなくちゃいけないんだもの。アペプ自身の協力なしではできないことよ。でもあんな態度じゃ。どうやったら協力してくれるんだ。試してみましょう。アペプ、私たちの立場は違うし、世界と秩序についても違う理解を持っているけれど、私もあなたも元素力から生まれ、近畿の知識に深く毒されていたわ。私たちの本質は同じで、同じ敵と対抗しなければならない。だから偏見から交流を拒むのは良くないことだわ。ソウリュウは本当に聞き入れてくれるのか？あなたが何を考え、誰を恨み、その恨みから何をしたか、私は気にしていない。まして感謝してほしいとも思わないわ。救うために来たの。あなただけじゃないわ。あなたの民も、私の民もよ。あの子たちは故郷を離れてからずっとあなたを救う方法を探し続けてきた。あの子たちは故郷に帰りたがっているの。全てが終わった今、全ての恨みは状況を改善するのに何の役にも立たない。対立よりもあなたが育んだ命と向き合うことを選ぶべきだわ。返答がありませんね。あなたがどうしても行きたいと思うのは、あの世界をまだ諦めてないからでしょ。私より知ってるというならば、何のために生きて何のために恨んでいるのかちゃんと考えて。お願い、みんなの安全を守って私たちを故郷まで送ってちょうだい。ナヒーラ、ここはどこだ？旅人は？あいつはなんでいないんだ？無事にここに来ていることだけは保証できるわ。ただ、入るところがちょっと違ったかも。じゃあ、この先を探してみようぜ。オイラ、すごく心配だぞ。ええ。でもきっと大丈夫よ。彼の腕を信じていいと思うわ。それはわかってるけど、なんだか落ち着かないんだ。な、早く行こうぜ。あいつがこの先にいるかもしれない。これはこれがオアシスの心のはずよ。火種を使って灯せばアペプの元素力を補充できるわ。そうすれば
体内の破損した部分も少しずつ回復し健康になっていく。じゃあ早く灯してから旅人を探そうぜ。ええ、分かっているわ。ちょっと待って。なんでだよ、火種が砕けた。こんなに不安定なものだったなんて。なんでだよ、そこまで使ってないだろう。私にもわからないわ。もしかすると火種が守れるのは一人だけなのかしら。でもあの状況でもし全員に力を使わなかったら、みんなどこに飛ばされていたかわからないわ。それにしてもすぐに砕けるなんてことは起こらないはずなのに。もしかしたら。もしかしたら？この火種を作った当時、私は比較的弱っていたのかも。つまり砂漠を救ったあの頃。そんな、いや、それはともかく、火種が砕けちゃったらここまで来た意味がないじゃないか。ナヒーダ、他に方法はないのか？オイラも一緒に考えるぞ。私は心配ないわ、タイモン。責任は私が取るわ。火種の本質は高濃度の元素力の塊だということなの。元素生命と私の元素力には微細な違いがあるけれど、キノコンに変身した時に触れられたわ。あの力を模倣して自分の力を加えれば、火種と同じ役目を果たせるはずよ。火種になるってこと？ええ、とても力を使うことだけど、砂漠の時ほどじゃないはず。でもまた小さくなるかもしれないわね。え？もっと小さくなるってどうなっちゃうんだ？草か枝になるわ。つまり生まれたばかりの姿に。成長する過程を逆転させれば、私は限界を超える力を発動できる。でもたくさん失っちゃうんだろ？見た目だけじゃない、感情とか記憶とかだって。大丈夫、命が危ないアペプに比べればそんなのどうってことないわ。絶対ダメだぞ。きっと他の方法があるはずだ。それにお前がそんなことになったらスメイルのことはどうするんだよ。ことが終わったらパイモンと旅人は私をスメイルの土に植えてちょうだい。そんな姿になってもちゃんと森を通じて世界と交流できるわ。ただあなたたちにはしばらく見えなくなるだけ。そんな、もし旅人がいたらあいつだって絶対止めてたぞ。いや、責任を負う方法がこんなことだって知ってたら、オイラたちは最初から絶対認めなかった。ごめんね、パイモン。私たちの選択肢はあまりないのよ。翼が折れて落ちた鷹は、みんながみんな再び空を飛べるわけじゃない。だけどリスクを犯さなくては空には永遠に届かないわ。ダメだ、そんなの絶対ダメだぞ。わかっています。それが唯一の方法だと草の王がすることはありません。私たちは長い長い旅の中で成長した。故郷に帰るために成長するのならば、それも本も。なるか分かっていたのに。あなたたちが学んだ知識、言語、そして感情は全て純粋な元素力へと退化するわ。
新しい故郷にはあなたたちの足跡はどこにも存在しない。誰一人あなたたちを覚えていない。あなたたちの望む帰郷は本当にこういうことなの？草の王、悲しむ。ダメ。草の王の故郷、ここ、違う。僕たち、故郷に帰った。草の王、一緒、故郷に帰る。お願い、みんなの願いを感じて、目を覚まして。奴らの知識、記憶、感情はすべて逆転し、力となり解放された。もちろんもう答えることはない。数えきれないほど長い時間を共に過ごしてきた守護者は、今や奴らと同じでただ世の元素力となった。あやつらは融合し、一体となってまた再び生まれ変わる機会がある。悲しむ必要などどこにあるというのだ。違うぞ、同じなわけないだろう。ダイモン、私たちとアペプが理解し合えることはないわ。でもアペプ、あなたが回復してくれさえすれば、他のことについては深追いするつもりもない。この状態を維持していれば、スメールの安全が脅かされることはないもの。力が戻れば怒りも増すかと思ったが、今感じるのはとっくに忘れ去ったはずの穏やかさのみだ。近畿の知識は知らずのうちにあなたを変えて、その怒りと恨みを増幅させたのよ。返す言葉もない。世界の外から来たあやつをこれ以上ないほどに恨んでいるが、何時と何時の民を滅ぼしても意味がない。だがそれでも、世は立場を変えたり
何時と関わったりするつもりはない。何時もまた無限に膨らむ好奇心によって命を落とせば、その時は心底から軽蔑し嘲笑ってやろう。本当に口の悪いやつだな。あなたの選択を尊重するわ。そして二の舞は演じないと私たちが証明してみせるね。え、あなたが休養に入る前に最後に確かめておきたいことがあるの。どうやって禁忌の知識と関わったの？話せば長くなるが、遥か昔、我らはあれこそが天理に勝てる唯一の力だと思った。竜王が世界の外から手に入れた漆黒の力は我らを導き、外来者が定義した秩序に抗う手段になると。竜王？空前絶後の戦いがテイワットで繰り広げられた。その悲惨さといったら、危うく世界全体を崩壊させるところだった。勝者は世界を形作る権利があるが、敗者は灰となるのみだが、竜王が逝去された後も世は局面を逆転させる方法を探すことを諦めなかった。粉々になろうとする世界の境界線でより多くの禁忌の知識を得ようとしたが、それもまた天から落とされた巨大な国によって差し止められた。スメールの天地異変は竜の時代はすでに終わったと告げているようだった。でもあなたは諦めなかった。そうでしょ、アモン。つまりアフマルのことがあったから。そうだ、その後アフマルはナブマリカッタの助けのもとその力を手に入れた。奴は野心を膨らませ、我が領土で強く栄えた国を作ろうとしておった。軽蔑はしたが、世はそやつの行動を黙認した。その代わり奴の死後、その全ての知識は世のものとなると。それでも心の底に心残りがある。当初竜王が帰ってきた頃、世界はすでに変わり果てていた。一部の竜は何時だと近づきすぎて世界を奪われた恨みをも忘れてしまった。一部は戦死し骨しか残らなかった。一部は傷を負い逃げることを選んだ。竜王の鱗と意志とは世にとって未だに心の中で不滅の光を放つものだ。この命尽きるまでついてゆく。あなた狂ってるわ。アフマルが誇った国が滅んだ時、世は約束通りあやつを飲み込み、その元素力を吸収した。だがそうして手に入ったものは成果ではなく世界の滅亡だった。あやつの知識を分析する暇もなく、苦しみに耐えるのに精一杯で力が尽きてしまった。それでもあやつの狂気は世以上であったと思うがな。
それが世界の滅亡の由来か。その件についてはあやつにはめられたと認めざるを得ない。要はあやつの計画の最後の保険に過ぎなかった。小さなブエル、そしてナンジャル、引き続き進むがいい。要はずっと見ておるぞ。天理の大切にしておる命が一体どこまでできるのかを。なんだかよくわからないけど、無事に送り出されたみたいだぞ。健康に回復するまでにはまだ長い休養が必要なの。アペプの本性は初めて会った時のように乱暴じゃなかったし、直してあげたら理屈が通じるようになったわね。病気の時は切れやすいものだからな。なんかすっごく大きな事件を解決できたのに素直に喜べないぜ。そうね、再び生まれ変わる機会があったとしても、旅の記憶も故郷への感情ももう二度と戻らないわ。一つ一つの成長は唯一無二なんだもの。このかけがえのない感情の積み重ねこそ大きな力に逆転できるものなんでしょうね。はあ、家族のいないところなんか故郷って呼べるのかよ。家族、そうね、あの子は家族を残していったわ。あの2匹のキノコンはまだ帰りを待ってるかもしれない。そうだな、戻ってみようぜ。こんな複雑な事情どう伝えればいいかわからないけど。手をつなぎましょう。この子から家族が目覚めたことをすごく喜んでいるのが伝わってくるわ。本当にまだいたぞ。ずっとここで待ってたのか。ただいま、戻ってきたわ。本当にごめんなさい。あの子は故郷に帰ったの。もう長く戻ることはないわ。悲しまないで。あなたたちを守るためだったのよ。幸せになってほしいって。ヌールは大切な家族だってあの子が言ってたわ。ヌールはあなたの名前、そうでしょ。よかった、少なくとも足跡を残せたわね。この子たちはまた巡り会える、いつかきっと。